はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、強化新鋭ですね。今回は、コーチの左キラーをちょっと狙いに行きたいと思います。でデッキの方なんですけれども、メイカちゃんをお借りしてます。自分はねちょっと SR のメイカちゃんが持ってないので、お借りするような形になるんですけれども、メイカちゃんを入れることによって、呼び戻しで、まず対左ね、あのコツ1で手に入るのと、ホムラちゃんとのコンボで対左がね、2手に入るので、合計対左3まで持っていけるんですよ。やっぱりね左キラーっていうの重いので、直取りしようとすると相当きついんで、一応3まで持っていければまあ取れるかなというところで、今回やっていきたいと思います。まあ、そもそもねコーチの左キラーが絶対起こるのかって言われたらよくわかんないんだけど、自分はね今まで1回しか起きたことないんで、まあコーチ特訓するとね300ポイントくらいは合計で手に入るんで、まあ、それも結構美味しいかなとは思います。でメイカちゃんとか全然使ったことないんで、イベントはちょっと確認しながら行きましょう。あーメイカちゃんもあれか、体力を回復してくれる系か。監督評価も上げたい気がするけど、ちょっと体力はマックスなんで。で静香ちゃんも出てきたので、まあ、最優先はまず騎馬妹と。なのでちょっとね呼び戻しが始まる前、やることがない時とかは、まあ、コーチをね積極的に狙っていきたいと思います。コツが来てる。メイカちゃんって何持ってんだっけそもそも。でメイカちゃんは金徳大番狂わせなんですけれども、そもそも大番狂わせを持ってんのか珍しいな。で代打、あ固め打ち持ってんのか、それはいいな。今回スミカちゃんね入れてきてるんで、まあ、本当はね雑賀で固め打ちを取ってスミカちゃんでっていうようなことを考えてたんですけど、全然メイカちゃんのあれだな、コツチェックしてなかったな。チャンス他はない。ああいいねいいね。まあ、代打はねちょっと直取りするとして、直取りするとしてこの精神ポイントじゃちょっと直取りできないんで、とりあえず普通に練習しましょう。練習か。でメイカちゃんはタックがね低いんですけれども、まあ、別に春英は連続してタックをやるわけじゃないんで、まあ、やっぱりね試験といろいろイベント等で、どうしようかな。体当たりは取れない。ヘッスラくらいは取れるかな。それとも置いとこうかな。どうしようかな。ヘッスラすら取れねえし、そもそも割とコツは来るけど、ちょっとまだやっぱり全然潰せないですね。でヘッスラが来たと悲しいよねほんとこういうの。あとただキバ妹とかスミカちゃん、これはここだな。てか技術ポイントすごかったね。メイカちゃんはねその基礎ポイントが高いんで、でサイガとかがいるとねわりかしねこっちのイベントがね起こっちゃうんですよね。本当は彼女の追加イベントが起こってほしいんですけど、精神に監督だけかー。ネオで、あとはここでどれだけ来てくれるか。小平くんからもね流し打ちは取っておきたい。小平くんからね流し打ちを取るのもね結構大変なんですよね。まあ走塁が来た時に3で潰すか5で潰すか。伊賀姿勢が取れた休もう。で割とねこのイベントって彼女来ないっすよね。もう1回も起きないこととか結構ザラなんですけど、そんなもんなんすかね。ちゆちゃんの場合はねこれでどんどん強化が上がってくんだけど、すみかちゃんよし、もう1回くらい来てほしいよな。あと流し打ちとか取れれば。伊賀姿勢またかい。まあ、こういうイベントは早めに起こってくれていいでしょう。意外性はもう2で取っちゃうか。アウトコース来い。うーん来ないね。まあ1回か。まあ1回でも来ただけよしとしましょう。小平くんが進んできますね。
で、そうするとスミカちゃんが優先だけどいないんで機械モード。やる気を上げてくれ。お願いします。ナイス。お、これでまた評価を上げていきましょう。まあ、体力も回復できると嬉しいけど。どうよ。 OKOKOK。 桃とバナナで今どんな感じになってんの。スミカちゃんは良さそうな気もするけどね。サイガコツをもらいましょう。固め打ちも早めに潰したいけど、まあ、サイガはねどれが来てもいいです。とりあえずコツであれば。でここでちょっとやる気がなくなったか。能力を上げていきましょう。全60ポイント手に入るんで、弾道は2にしておくか。やっぱりミートなんだよね。 D パワーをどこまでいける。120ポイント必要だから E にはできないか。まあこんなもの。パワーヒッターとか今取ってもしょうがないしね。意外性をじゃあ取っておこう。潰せるものを潰しとくか。エッスラがなんで取れない。精神ポイントがなさすぎる。ミートを上げたからか。いぶし銀、あれいぶし銀ってなんでだっけ。ほむらちゃんからもらったんだっけ。アウトコースもまあ全然1位でいいよね。取っとこう。アウトコースに来るかもしんないからね。さてコーチ、あー騎馬元、やっぱりまずは彼女だね。彼女キャラを評価乗せてからコーチを追いましょう。でこれも評価を上げていきます。スミカちゃんはもう乗ってるかな。まあ、ここは入れ替え試験があるんで。まあ、入れ替え試験でどれくらい取れるのかっていうのと、高知特訓がねちょっといまいちねその発動条件が分かんないんですよね。多分ね体力がいっぱいあるときにやると起こるっぽいんだよね。その会話の内容からさ、よくやったみたいな、まだやるかまだやる、まだやるかまだやるみたいな。なんかこいつさあれよく見たら名前が怒りだし、怒り弱体化だな。何か燃えているぞ。おーファールかと思ったけど5点取れたね。30点いきたいね。そうするとよしよしよし。まあホームラン打っても42はいかないんで。36点だと60ポイントは入るよね。30点の次が40点だからね。30点でね確か60ポイントはいくはずなんで。騎馬妹は乗りましたね。騎馬妹は乗ったかと乗ったけど、やっぱりちょっと評価は上げておこう。あと本当にやることがないときはエリート組を呼び戻しましょう。1回ありがとう。体力回復してくれるのはねでかいよやっぱり。小平くん、まあ、これはみんなの評価を上げましょう。体力がね減らなくなったのがほんといいよこれ。サイガ、うわこれは本当にやることないね。本当にやることがないから呼び戻しをしよう。でその他でいきましょう。エリート組、お来た来た来た。騎馬妹が来てくれるのはねかなりでかい。クリスマスのね経験点がねいいからね。ゆ、君に話がある。うん、いいなあこういうの。そりゃやる気上がるよな。お小平くん、完全に終わったね小平くんのイベントが。よしで、コツ、サイガのコツ、パワーヒッターはな5でもいい気がするんだよな。とりあえず練習しよう。スミカちゃんもいるし。
片目打ち、片目打ちは釣りしましょう。で高知評価がねまだ全然上がってないからね。でスミカちゃんの告白が来たけど、これ多分今スミカちゃんの方が評価高いんだよね。まあ、スミカちゃんはスミカちゃんでムード丸をくれるんだっけ、クリスマスの時に。でホムラちゃんを呼び戻した時にムード丸が手に入るんで、まあ、それでムードを潰してもいいかな。キバ妹の評価が上げられればキバ妹がいいんだけど、だいぶスミカちゃんの評価も上がったね。これだけ見るとわからんけど、小平くんかーってコーチがいないんだけどうちのコーチやる気がない。コツよし、アベレージきた。まあ、いっか、次の試験で有効活用させてもらおう。まあ、E は欲しいよね、やっぱりパワーで。アベレージヒッターは取りましょう。まだねホームランを打てるだけの筋力はないと思うんで、コーチか。12月2週ちょっとコーチはやっておくか。小平くんとのタッグもできるし、まあ、クリスマス前といえばクリスマス前だからもう一回練習してクリスマスを迎えるっていうのもありだったけど、何にも起きなかったねコーチも起きなければ小平くんも起きない。寝れん。おい不眠症、これはラブパワーを狙っていってもいいかな。ただコーチがいる、彼女キャラは誰もいない。お願いしますコーチ。何にも起きない悲しすぎる。おお、キバ妹だ、よかったよかった。ここの経験点を使わせてもらおう。これキバさずっとくっついてきてたの。いやーいいよねーこの経験点で。そうか、コーチでいい気がするんだよな。コーチにしよう。コーチお願いします、特訓してください。特別なトレーニング、お、内野安打いいね。内野安打も潰しちゃいましょう。なるべく流し打ちが取れるように世界平和を祈って。大吉頼むぞ。大凶まあしょうがないよね。で能力を上げていきましょう。ミートは C、 パワーは D にできるね。弾道はもう3にしちゃうか。一応ねこの能力であればホームラン狙えなくはないんだけどね。てか小平君すげえな、よく来るな。ラブパワー、ラブパワー狙い。キバ妹はね後の方でちょっと評価が上がんなくなっちゃうんで、ちょっとラブパワー狙いでいきましょう。不眠症がねあるんでね。どう、超イケてないか。そりゃそうだよね、俺なんか超イケてないよ。カッキーンと、よしこれで最後の金徳も終わりと。うおー出た不眠症。寝れてないのに試験とは、マジか。睡眠不足がたたらなければいいけど。ミートを開いていくかどうするか。アベレージヒッターだからなダメなの、俺のアベレージヒッターとは一体何だったんだろうか。流し打ちがあれば多分切れてなかったと思うんだけどな。ホームランなんか狙いそうな気もするんだよね。ちょっと狙っていくかこっから。いやダメだパワーがねえこれ入ってくる。20点、20点ちょっとか。24点、これでどれくらいだ。最初2回でね60点60点取れると、まあ野手の場合は結構でかいんだけどね。42点か。メンタルに来てるコーチもいるね。これはやろう、特訓お願いします。
よし、なんかコツくれ。台座、あ、台座も潰そう。これさ、体力減る割にはさ、経験点くんないからさ、もうちょっと欲しいよね。で、デートが詰まってるね、今のとこ。ちょっと内野安打も1でいいでしょう。片目も潰すでしょう。台座も別にこれでいいでしょう。で、ヘッスラ潰すでしょう。あとはムードはまだ置いておこう。で、いぶし銀、追い打ちとか帳尻合わせとか、うわ、取れん。まあいいや。コーチのあれを見つつ、どうするよ。1月3だから1回デートをしておいて、騎馬静か、騎馬妹はもうなるべく早めに終わらせよう。で、スミカちゃんは空デートがないんで、まあ、予定を立てやすいですからね。で、不眠症とはね、もうちょっとずっと付き合っていきましょう。しょうがない、これは。ラブパワーで直してもらうしかない。井戸端が発生した時には練習せざるを得ないからね。これで、雑賀か、これは結構でかいな。コーチはいないから、やろう。で、パワーヒッターを取れる筋力はなかったんで、パワーヒッター。じゃあ、これでパワーヒャー、掴んじゃいましょう。掴んじゃいましょうっていうか、もう。取るしかないんだけど。で、2月の1周が来たんで、ただまあちょっとね、余裕はあるんで、もうすでにエリート組は呼び戻してあるし、2人だけ呼び戻してカラスマと勝負すればいいんで、いないね、いないから、まあ忘れないうちにパワーヒッターを取ると。で、呼び戻すと、まあ、ホムラちゃんからいくか。少しでもちょっと経験点を稼いで、能力を上げてからカラスマと勝負しよう。ムード。よし、ムードは取ります。これあれかね、コーチ特訓取れっかね。なんかちょっと、どうなんだろうな。評価4とか必要なのかな。この前取ったときね、なんだっけ、チャレンジのね、対左をやるために、追っかけてたんで、あんまり気にしてなかったんですよね。ムードは取りますと、帳尻合わせも取りますと、本塁生還も取っちゃうか。まあ、本当はどんどん能力を上げていきたいんだけど。で、一応見ておこう。サイガ、コーチがいるにはいるんだけどな。一回スカウトさんもいるしな。もうマジでね、秀英はスカウトの評価が上がんないんで、練習試合1回って本当大事だよね。あれってスカウトさん評価、お、いいね、いいね、いいね。これたまに下がるからね、理由もなく。ひどいよ本当に。これで体当たりもいけるけど、ただ体当たりはな、貴重な筋力を使うからな。本当は CC くらいでカラスマと勝負したいんだよね。パワーヒッターも取ったし。よし、体当たり。一応コツを見ておきましょう。ホムホムか。まあ、ここはちょっと呼び戻しを優先しましょう。メイカちゃんと。なんて呼んでんの？波風さんって呼んでんだ。これで対左。よし。あとはホムラちゃんとのタッグが起こってくれればいいんだけど。小平くんね、流し打ち取っておきたいからな。で、結局さ、こういうことやってあんまりコーチの評価が上がっていかないんだよな。そうか、災害の一球入魂が直取りになるのか。小平くんとはやっておきたい。あとだってカラスマと勝負するだけでしょ。3月の1周、3月の2周、走塁、走塁はどうする。3で潰しちゃうか。ラーメン、いいね。最大値アップ。タイガの勝負が先か。これはね、もうほんと軽い気持ちでいいんで、とりあえず強振にしてどれだけホームランに持っていけるか試そう。ちょっと早かったね。球速130キロか。やっぱね、球速はね、遅いとだいぶね、打ちやすいっすね。対応ができる。変化球を投げてきても、
貸すとか言って、こう一応カーソルをね合わせられるんですよね。微妙だな。まあでも30は行く？行かない、まあ、別に30行っても行かなくてもどっちでもいいんだけど、40は行かなかったね。まあ、次の試験までにはパワー C とかにはなってるかな。ここでも経験点手に入るしね。今回はちょっと筋力が不足するかな。なんとなく足りてないな。これでカラスマと戦うか、特にって感じだしな。デートも詰まってるしな。勝負だカラスマ。なるべく優しい球をお願いします。ど真ん中ストレートとかね。 V スラは打ちづらいからな。あ、これこれこれありがたい、本当にありがたい。1球目でホームランに持ってかれて目が点になってたよカラスマくん。よーし、チャンスメーカー。これもありがたいよな本当に。でここでさらにポイントをゲット。これって辰巳コーチ10上がってるね。でこれはなんだっけ、メイカちゃんイベントがわからん。これは普通のイベントか。どうしようかな。切っちゃってもいい気がするんだよな。まずは一緒に見に行こうにして、ごめん遠慮する。これで経験点が手に入ってイベントは切れますね。なんとなく切っておこう。ちょっと春明はねイベントが消化できない時があるんで、これで小村ちゃんも終わりと。であとはコーチだな。コーチを追ってくんだけど、コーチを追ってくんだけどデートもしないといけないからな。コーチがいない時はデートか。でワンタックだったらデートを優先しよう。これでやれます。うん、まあこれはこれで終わっちゃうよね。で特にこれは何も上がんないから、おいいねいいねいいね。これでタックが来たんで、対左を取っていきましょう。で対左は夕日に向かってってやつですね。夕日に向かって走ろうどういうノリを。よしありがとう。これで対左が3になったんで、だったらまた大丈夫でしょう。取っちゃおう。で小平くんのコツがちょっと来てたら走塁も潰しちゃうか。メイカちゃんか。メイカちゃんコーチ、いやーデート大丈夫か。コーチ、うん、なんかコツくれ。初球とかのコツくれあこれは美味しいといえば美味しいけど、どうなの。災害のコツが来てるね。広角打法も取っておきたいしな。ただね災害の追加イベントがね始まる可能性があるからね。コーチ、いやまあこれでもいいんだけど、コーチ、よしよしよし。なんか知んないけどまだか。魂のバット、まあ、これが金徳の方なんで、これは行こうですね。でこれは3回続くんで、ちょっと待って、デートマジで大丈夫か。もう4月になるからな。でそろそろ打新入生が入ってくる。うおお、忘れてた不眠症とかね。コーチがいてなおかつ、マジでどうなの。デートとかすっげえ間に合わなそうだな。まずはパワーを C にしておこう。でミートは B にしておこう。で走力、技術も何気に結構きついんだな。肩は E まで持っていけるかな。守備力が低いな。呼吸もとりあえず E まで持っていこう。走力 C にしておくか。ギリギリ筋力が、あ足りねえ
ちょっと待って、あ、足りたか、危ねえ危ねえ危ねえ。でどうするよ、コーチいるから。で他の小平くんとかはいないからコーチだな、コーチにしよう。コーチって言ったらさ、体力がさ多くないといけないんじゃないの。足バクだ、なんか2回くらいねとかそもそも起きない。いやもう次はちょっとデートだな、体力を回復させるために1回スミカちゃんとデートしておくんや、芝居妹を終わらせておくっていうのもなありだからな。やっぱりこれ難しいね、全てを両立させるっていうのが難しいね。3股プラスコーチは無理だね、2股でもこんなにきついのに。うわー入ってきたか、カーブ4で校長か、校長ってその不調校長ね、校長先生じゃなくて。もう1本ホームランを打てば、まあ、とりあえずは終了と。おお、ギリギリ、多分ファールになるかならないかっていう。いやいいね、なんか知んないけどめちゃくちゃスコア伸びてるわ惜しいね、前段ホームランは打てなかったか、63点。過去最高だなこれ、多分200点くらいくれよこれなんてやつだって。まあ上り調子、いやコーチがいるね。いやもういいや、ちょっと体力ねえから、1回体力をマックスにさせるためにスミカちゃんとデートをしましょう。え、ちょっと待って、4月の2でしょ、で1回1回デートしたからあと8周必要ってことか。まあ空デートなしでってことだからね。であと何周残ってんので、かつ井戸端が起きるときつい。で2回目、これはどうしましょうか、左肩かな、これで筋力と技術がもらえるんで、まうまくいけばモテモテだけど、井戸端が起こるとモテモテ剥奪されるからね。ひどくないそれ眠れないもういいよ俺は眠れなくても頑張るんだよ。一応見よう、スミカちゃん3だもんな。これ小平くんがいるからね、小平くんのイベントがね起こる可能性があるから、まあ、ちょっと騎馬妹だな。出たー出たー、喫茶店で次もさ喫茶店行くんじゃない、あそうか最初が喫茶店だったから次はゲーセンか。これは何、どんな感じになるの。まあ、一応ね確定は確定なんですよね、1か3かっていう。なんか失敗したっぽいな少しだな、まあいいけど。いやこれコーチ取れないんじゃないか、サイガと小平がいるからちょっと無理。騎馬妹、いや彼女は1人が無難だったかな。そうするとコーチを追わなきゃいけないっていうのがあるから、デートをしてる暇がないんだよね。まあもう騎馬妹は評価マックスなんで、ちょっとスミカちゃんとデートをするか。もう4月4週だからね、ちょっとまずいよね。寝られないとかどうでもいいわ。サイガ、だね、ちょっと待ってね、あと何周あるのか数えて調整を取ります。ですね、まあ、5月の1周なんで、まあ、7月の4周までと考えて残りが12周でしょ、でデートが7回なんで、まあ、7回っても最小7回だからね。で井戸端を考えるとちょっとここでもらっときたいね、左キラー。この体力とか大丈夫なの、練習よし、ちょっとやろうやろうやろう、もうとにかくどう打開、よし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 、なんか知んないけどもらった、ありがたいありがたい。で次はスミカちゃんとデートしよう、で体力を回復させて
でまたちょっとデートに勤しもう。こうも本当なんもないんで、本当になんもないんで、多分まあコーチ星4かな、怒るのが。でここはスミカちゃん体力を回復させる。スミカちゃんの評価がちょっと危ない気がするんだけどな。もう彼女優先だな。井戸端が怖い。5月中に怒ってくれ。まあそれかむしろ怒んないのが一番いいんだけど、まあ怒んない方が珍しいからね。んこれも試してみよう。どん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 経験点にしていこう。まあ、経験点になんないかもしれないけどね。よしよしよし、まあ、こういうイベントは全然ウェルカムよ。あれ監督評価大丈夫ちなみに。いや、いろいろ気にしないとダメだね。監督は全然余裕だな。で、ちょっと左キラーはじゃあ取っちゃいましょう。もう2、うん、まあまあまあ取れるよね。まあ取れる、まあいいでしょう。 OK。 あと小平くんのな、流し打ちがないとちょっときついんだよな。でもうちょっとデートできるときにデートしておこう。すみかちゃんで小平くんのコツが来たら、ちょっと小平くんのコツもな欲しいからな。で次が4回目でしょ。井戸端怖い、井戸端怖い。メンタルコツ小平くん、メンタルコツ小平くん、走塁はじゃあちょっと潰すか。走塁はまあ3でいいよね、潰しちゃって。大盤クラスじゃあ取っちゃおう。流し打ちだな、頼む小平くん、コツをくれ、コツ、よし、ありがとう。もうこれ初級くれ。さすがにそれはないね。まあもう、おお来た、6月の1週間、まあしょうがない。しょうがないで、特に何も練習ないから、もうマジデートだな。で流し打ちは取りましょう。じゃあさて、こっからちょっと騎馬妹を集中的にいくか。まずは騎馬妹を乾燥させておきたい。さっきからデート1回起きたからね。で俺ちなみにね、3股した時にね、からデート3回起こったからね。超きついよ本当に。でも騎馬との勝負、これまた負けると全てが台無しになるんで、ちょっと申し訳ないけど騎馬との勝負は避けます。ね、ダブルタックが来てるわけじゃないんで、ちょっと、もうマジで騎馬妹を最優先で終わらせる。で、そうすると騎馬妹1回ね、練習しなきゃいけないはずなんだよね。こっから先はね、ちょっと自分で勝負つけるわけじゃないんで、評価が上がんないはずなんですよ。てか、最後でさ、評価が上がんないっていうのがよくわかんないんだよね。まあ、ここで評価が上がんないっていうのは、まあ、まだわかるよ。人任せだから。で、だから騎馬、うわ、スミカちゃん、3かよ。1回練習するで15下がったけど、まあこれでマックスになるか。あ、踏み章直った、やった。よーし、最後またこれも満点取りたいね。一応マイナスどこまで大丈夫なの。マイナス1はね、確実に満点大丈夫なんですよ。うわ、しまった、振り遅れたけど、とりあえず4点取れた。これさっきと同じ人じゃないよね。さっきの人めった打ちにしたかんだ。それこそ今のさ、取れないでしょ絶対。ピッチャー会社結構ね、判定厳しいよね。試合だったらさ、絶対抜けるっていうようなさ、当たりをさ、ピッチャー返しっていう判定されちゃうからね。あと1点、よし OK。こいつは結構直球を投げてくるね、望月くん。ただボールもちょっと多い。スミカちゃんのな、評価が気になるんだよな、あの評価の低さ。ケアしとかないとまずいよな、練習で。じゃあスミカちゃんが現れたら、ちょっとスミカちゃんと練習もしましょう。まあラブパワー中だしね。
でもワンタックとかはもう全然気にしないでいこう。もうコーチとかいいわ。もううわスミカちゃん、ちょっと待ってね。スミカちゃんがあと2回、キバが1回、3回で、これが終わると残り4ターン。大丈夫だよな。あともう全部デートに費やす感じでいくか。これでよし、追加ありがとう。いやもう体力とかよりね、評価よ。でちょっとなんか来ちゃってるね。あー小平くんか、まあ、小平くんだったらいいかな。もうまずは騎馬を終わらせよう。騎馬を終わらせる、これ最重要。よしよしよし、ありがとう。1回からデート入ってるからね。さすがにさ、確率はまあ多分これ何パーだろうね、 10% くらいかね、からデートになる確率ってとか言ってね。負けたら全てが終わるからねよーし行くぜ、サクッと行こう。サクッとチャンスとかもなんか取っちゃってもいい気がするんだけどな。まあ芸術的流し打ち取ろう。あとは1級入魂はもうしょうがないんだよね。切り込み隊長はもちろん残しておくとして、体当たりまだ取ってなかったのかっていう。んー、他なんか取ったっけ。なんかちょいちょい変なの取ってたよね。競争心とかさ、上り上司とかさ、打開とかねなんか割と珍しいのが来てんな。ミサちゃんとか来てるときにね、上り上司来てくれるとすっげえ嬉しいんだけど。ロボルヒッターも取っちゃおうか。パワーはこれどうだろうね、最終的に B まで持っていけるかどうか。広角打法がないのか。まあ全てを取るっていうのは難しいよねやっぱり。まあ、とりあえず今回のね目的は果たせたといえば果たせたんで、対左を取ってコーチから左キラーをもらうと。メイカちゃんとかさ全然タック組んでないもんね、そもそも。で本当はね、そう、俊英サクチャリも来てたんで、俊英サクチャリのね思想もやりたかったんですけど、あのプレマラしてる時にメイカちゃんがね現れたんで。メイカちゃん全然いないっすよね、設定してる人。ほんとね、たまたまフラゴが現れてくれたんで。おいマジかよちょ待って、これは慎重に行こう。こういうフォークには手を出さず、これも手を出さず、確実に行こう、確実に。ちょ待って、フォーク、ちょエモトマジかよ。おーいマジかよ、負けやがったそんなんある。まあしょうがないよね、これは動画に残しますマジで動画に残します。せっかくさ左キラー取れたのに、これがサクセスだよ。わかると思いますよ、これがサクセスですよさてさてさて、騎馬妹は評価マックス、スミカちゃんが全然ダメよ。おい、しかもドラフトそうだよ。でもしょうがないよ、これで5500か。うん、まあいいよね。左キラー取れましたと。すげえテンション下がるわ、もうなんか上げる必要もないわ申し訳ないね、ちょっと今回ね左キラー取れましたと。でもおそらくねメイカちゃん当分出てこないんで次はサクチャレのね思想をやりたいと思います。だから、まあ、結論的に言うと、まあ、メイカちゃんを入れてホムラちゃんを入れれば対左のコツがね3まで持ってけるんで、まあ、そうすれば左キラーも悪くないかなと。で二股しながらはちょっときつかったかな今回は。一応それなりにうまくいったけど、なのでどうかな、コーチを追うっていうねところがなかなかネックになると思うんで、まあ、ただうまくいけばね左キラーっていう金徳も取りつつ、能力の高い選手も作れると思いますので、まあ、悪くはないと思います。俺メイカちゃん持ってないんでもう借りるしかないんですよ。で借りようとすると、まあ、全然人がいないんでね。で一応あれかな、俺一応なんだっけ、コメント欄をねメイカちゃん貸してくださいにしたんですよ。でそこからフレンドの皆さんが帰ってくれたかっていうのを見てないんですけど、ちょっともしフレンドの方で、メイカちゃんにしてくれる人がいたら、嬉しいですけれども、ちょっとサクチャレの思想もやりたいんで、もしかしたら使わないかもしれません。というようなところで、もうマジかマジかの1回戦負けですけど、
そうよ、こうやって進んでいくとサクセスはねこういうことになるんでサクセスあるあるでしたというところで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。